シャッターアイランドは2010年のアメリカ映画。原作はデニス・ルヘーンによる同名のミステリー小説、シャッターアイランド。監督マーティン・スコセッシ主演レオナルド・ディ・カプリオの4度目の作品。2009年8月、パラマウント映画は本作の公開を2009年10月2日から2010年2月19日へと延期した。日本では2010年4月9日に公開。 1954年、連邦保安官、テディ・ダニエルズとチャック・オールラ捜査部隊は、ボストン港の古島にある、アッシュクリフ精神病院を訪れる。この島で、レイチェル・ソランドという女性が、4の法則、67番目は誰という謎のメッセージを残して、行方不明となった。強制収容されている、精神異常犯罪者たちの取り調べを進める中、 その病院で行われていたマインドコントロールの事実が明らかとなる。捜査を進めていく中で連邦保安官の2人は島に謎が多すぎることに不信感を強めていく。精神を病んだ犯罪者だけを収容する島から一人の女性が消えた。この島は何かがおかしい。すべての謎が解けるまでこの島を出ることはできない。日本では 衝撃のラストという触れ込みで宣伝され、上映前には、この映画のラストはまだ見ていない人には決して、話さないでください。登場人物の目線や仕草にも注目しましょうという、胸のテロップが入った。また、映画の謎解きに集中するために、二度見キャンペーンや、原版に、忠実な、超吹き替え版の上映も行われた。途中に何度も登場する幻想シーンでは、 ジョン・ケージの曲が多用されている。ありがとうございます。